最高報酬は、おーっとやばい、これこれめちゃめちゃ欲しかったんすよ。超ムラマタケシの NBA TV。 はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、超ムラマタケシです。今日も元気に NBA2K モバイル元気でやっていきたい、と思います。今日はですね、今シーズン24がね、残り、あとカンファレンスファイナルとファイナルの2戦というところで、こちらのね、シーズン24のクリア動画をお届けしていきたいと思います。はい。でね、ちなみにあとこの後ちょっとチーム紹介しますけど、その前にちょっと気づいたことがあったので、みんなにちょっと共有しておきたいなと思って。ガチャあるじゃないですか、ガチャで左下にこのハテナマークっていうのがあると思うんですけど、これをクリックするとね、あのガチャの確率がわかるっていう、これね、シーズン2にはなかった機能で、ございまして、まあ、もしよかったらね、他にもいろんなガチャにこのハテナマークついて、あのパーセンテージわかりますんで、もし気になった方はちょっとやってみてください。はい、以上 2K モバイルプチ情報でした。超ムラマタケシの NBA TV。 はい、で、チームの方なんですけど、こちらですね、もう見てください、アメジストがね、もう4選手も、各ポジションにおりまして、ちょっとねセンターだけまだ持ってないんですけど、まあ、いずれね手に入ると思いますけれどもね。で今日なんとね、こちらですよ、バトラー選手をゲットすることができまして、ジミー・バトラー選手、もう SF でね今のところ一番強いですので、去年もねファイナルで大活躍をしましたけども、まあ、こちらを装備して今日は挑んでいきます。でホリデーがねちょっと2枚来たんで、ジュリューホリデーだけちょっとランクアップして、ランクアップレベル2でやっておりますけれども、まあ、他はまだランクアップできないですね。はい、という感じでございます。まあ、このメンバーで挑んでいきます。では行きましょう、カンファレンスファイナル。私が、ちなみにヒートですね。まあ、バトラーも入ったばっかだし、まあ、ヒートでいいかなと思ってそのままヒートにしております。では行きましょう、私が白のユニフォームですね。バトラーが早速映っておりますけれども、いや、バトラーでシーズンクリア報酬かなゲットしたんですけど、マジで嬉しかったですね。皆さんもね、あの、そのうち頑張ってれば、コツ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 やってれば、僕ちなみに無課金です。あの、まだシーズン3で、お金は、あ、ちょっとね、ちょっと KOTC の最初のイベントの時ちょっとだけ使ったけど、もうほんと100コインとかぐらいなんで、まあ無課金と言ってもいいでしょう。この前のイベントも、あの、金使ってないですし、まあまだね、まだ正直まだアメジストとかが最高報酬の時に、まあ課金してもしょうがないかなと思って、とりあえず、まあ様子見って感じですね。はい。じゃあ行きましょう。まずは、揺さぶりを振り。ギルジャス・アレキサンダーのシュート。アレキサンダーもここ最近ずっと使ってるんで、まあタイミングは覚えてきましたね。うん。まあ結構スリー入るんで、まあカリーなき後も、彼で重宝してるんですけど、ブロック、ナイス、バトラー。見ました？バトラーのスーパーナック、バトラーが呼んでる。そのバトラーに渡す。これ中入んじゃない？いった、嘘だろ。これインサイドいっちゃおう。と見せかけて、ちょっと無理ったか？ちょっと無理ったね。ちょっと無理りましたけど、まあいいでしょう。やべ、ジェーハーだ。ジェーハーロケッツ戦デビューして、早速、ステップバック披露してましたけどね。どうなるんでしょうね、ロケッツは。ロケッツはっていうか、ハーデンの。うわ、リバウンド取られてる。うーわ。ケビン・デュラント。ケビン・デュラントはね、今シーズンの 2K モバイルのカバーでございますから。これも、この頑張ってれば、この実況も頑張ってればね、ケビン・デュラントが、もしかしたら見てくれるかもしれませんのでね。よし、中入るぞ、これ中入るぞ。いった、嘘だろ、あ、嘘、マジかよ、やばいやばいやばい。え、2.2 秒、マジか、やばいやばいやばい。バトラー頼む。頼む。あー、バトラーじゃねえし。てか、これ、バトラー。アレキサンダーじゃねえかよ。
すいません、ちょっとね、選手の名前を間違えまくりですけども、引き続き後半戦ね、ちょっと負けちゃいましたけど、巻き返していきましょう。パワーでは勝ってるので、ちょっと負けるわけにはいきませんので、いきましょう。まずディフェンスがちょっとなってなかった、さっきは。嘘だろ！あんなとこパス出ると思わねえじゃん。もう負けたら終わりなんでね、カンファレンスファイナル。ファイナルは。途中の8試合目までは、これいけたっしょ。1回だけ負けていいんですけど、オッケー。同点すかさず同点にしていく。これがチョモランマスタイル。後半巻き返す。後半巻き返すタイプの男です。いきましょう。スティール、オッケー。バトラー。え、嘘。ちょっと？オッケー。プットバックマジかよ。コーラ飲みすぎやろ。ちょっと待ってくれ。ここは、抜いた。バトラーに渡す。バトラーがスクリーン呼ぶ。これ中入るだろう。これ中あんま入ってくれないですよね。コンビネーションが、あ、オッケー、フリー。これいけたっしょ。ざけんな、マジ。やばい、これマジ防がないと、負けるぞ。まあ、同点でもいいんですけど、同点ではね、やっぱりね。嘘だろ、今。オッケー、押した。今押したよね。悪質なファールですけどね。あんなのやっちゃいけませんよ、皆さん。タウンズもまあ3いざとなったら打ってるんで。ちょっとダメ元で。お、おしおしお、ファールもらった。バトラー、あんま似てないけどね。まあ、髪型が特徴的なんで、どっからでもっていうか、こうね、ちょっと離れてみると、すぐわかりますけど。バック、ステップバック。からの、プットバック。オッケー。10点、同点、ここ押さえよ、絶対ここ押さえよ、とか、ここ押さえば確実に、ダサいけど、勝てるんで、勝てるというか、まあ、同点で、ちょっとハーデン注意、いいよ、ディフェンス、いいよ、嘘だろ、オッケー、ナイス、オッケー、とりあえずこれで、最後、ぶん投げ、あー、ダメだった、まあ、とりあえず勝ちました、あ、同点で、いきました。はい、ちょっとギリギリの戦いがね、続いておりますけど、なんとか引き分けてファイナルまで来ました。まあね、とりあえず勝ち進めばいいんでね。では行きましょう。運命のファイナル。パワーは僕の方が500ほど上なので、ちょっと勝たないといけないですよね。勝たないとお恥ずかしいですね。お、カズンズがなぜかレイカーズのベンチにいます。名残惜しいんでしょうかね。あなたはロケッツの選手ですよ。ここだ。負けた。まあいい。負けた方がいい説あるよね。なんか後半から、後半迷子から始められるっていうか、なんか、そっちの方がね、ちょっと待ってくれ。嘘だろ？前出す。オッケーこれ。なんでそっち進む方向が違うんですよね。本当にこれはもう本当にプレステの 2K21 のついでで作られた 2K シリーズでついでで作られたゲームですからね。しょうがない。オッケーフリー。これいったろ。もう一回プットバック。オッケー。ふざけんなおい。あーマジ操作されてんだろ。そこ絶対決めてくるとこだけど。やばい。中、おし、スティール。嘘だろ、何やってんだよ。オッケー、押さえた。ふざけんな、マジ。オッケー。前出せ。チミバトラー。え、待って、ビスった、ビスった。もう一回、もう一回、バトラー。お、レブロン対バトラー、激アツ。中入った、オッケー。よっしゃー、今のはいい。今のはいい。数少ないチャンスをものにしていく。しっかりと、静かに、ちょっと、オッケー、抑えろ、抑えろ。ディフェンスが大事だぞ。あと8秒、6秒。ふざけんな、マジで。ブローン。お、マジック、マジックの。これ、ドフリー、いっちゃおう。よっしゃ、来た。よっさ。よっさ。
今ベンチにケンドリック・ナンがいましたね。しっかり抑える、しっかり抑える。おお、くそー、マジック、マジックは似てるね。マジックはこのさ、ボールを運ぶシーンカットできねえのかな。こんなんいらねえだろ。ドンチッチ、オッケー、前走る、走ってる、行け、よし。あー、ちょっとタフだけど、もう一回、一回出そう、まだ時間ある。なんでショットクロックが残ってんだよ。とりあえず決めろ。うー、はい、ということでね、まあなんとか、前半は勝ち越しましたので、後半もこのまま逃げ切りたいと思います。そして最高報酬、最高報酬じゃねえや、シーズン報酬ゲットしていきたい。このね、マイボから始まるってのはうまいよね。でノーマークなんで打っちゃいます。オッケー、これ得意、めっちゃ喜んでる、叫んでた。しっかりと、ちょっと待って、何やってんだよ。オッケー、ナイス、こぼれたのをさらに。ただここで慌てちゃダメ、しっかりと、もう勝ってるんで、ちょっと時間を使うことが有効。中行くか、飛び込んだらチャンス。何やってんだよ、スティールされてんじゃんね。うわ、マジックのめっちゃ鮮やかなパス、さすがジョンソン。まあ敵のプレーを褒めててもしょうがないんで。俺のプレーでね、見とれさせたい。やっと、何やってんの、もう本当に、本当にちょっと何やってんの、ちょっと、ふざけんの、ちょっとやばい、マジ真剣に行こう。あー、今ドフリーだったから打とうと思ったけど、なんかそれじゃちょっとやっぱ味気ないなと思って、プレーにね。やっぱせっかく動画撮ってるわけですから、味のあるね。いっけた、よし、これ来た、よっしゃ、今テクニック見せた、ギルジャス・アレキサンダーのテクニックを 100% 出し切りましたよ今。し、ここ守ろう、ここ守っていこう。マジ、マジックのパス注意、ドライブ注意、シュート注意、全部注意だけど、残り8秒、7、どうすんだ、攻めないな、これ最後打ってくるよ。オッケー、これは攻めアグリーだと。オッケー、ナイス。よし、勝ちましたね、これは。でも、あえて、攻めていくスタイル。ふざけんな、マジで。ほんと、キープしてよかった。なんであそこ決めないかな。え、これまさかフリースロー、危ねえ。これさ、スリーとか打たれたらマジブチ切れるから。よし、ナイスブロック、よし、勝ちました。最高報酬は、おーっと、やばい、俺これめちゃめちゃ欲しかったんすよ。やばいって、ジョンボール、ジョンボールね、結構ね、俺今の NBA 選手の現役のね、現役の NBA 選手の中では結構5本の指に入るぐらい好きなんで、いや、マジ嬉しいっす。あざます。超ブラマたけしの NBA TV。 はい、ということでね、24をクリアしましたので、残るは、シーズン25ということでね、もう最後のステージになります。まあ最後というかね、現状最後ということで、またオニキス、ダイヤモンドと増えていくたびにシーズンはもっと追加されていくんですけど、なんですかね、年内いっぱいは25ぐらいまでなのかな、うん、わかんないですけど、まあとりあえずね、まあまた20、残すところ25ということで、無事24をクリアすることができました。で、肝心の、お、よかった、パワー上だわ。よし、アレクサンダーさん、お疲れ様でした。まあ2万4000、2483なんで、ジョン・ウォールドが上でございますね。ロックして、これで使っていきたいと思います。ありがとうございます。いやー、よかった。
ということで、こんなパーティーになっておりますけど、今。はい。はい、ということでね、いかがでございましたでしょうか。シーズン24、無事クリアすることができました。念願のね、ジョン・ウォールも手に入れましたので、ちょうど今、ハッピーでございます。はい。ということで、今日はね、この辺で動画失礼したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。いやー、ジョン・ウォールマジで。